どうもアンソニーです。今回の動画は今が始め時おすすめアプリゲーム、5月のおすすめアプリゲーム第4弾は新作ラッシュ。それでは早速見ていきましょう。月うさぎの育て方2周年、エイブルゲームズより配信中、月うさぎのリンがスキルや武器を駆使して敵に立ち向かう放置系 RPG。 メインとなる画面では基本オートで敵を倒し続けてお金やクリスタルを稼いで様々なステータスを育成します。バトルの鍵となるスキルはレベルアップでスロットが開放され、自由度の高いカスタマイズが可能。ボス戦ではバーチャルパッドを用いて位置取りをしてタイミングよくスキルを使うアクションも楽しめます。空き時間にサクッと楽しめるカジュアルなゲーム性に加えて、美しい世界観のアートワークや主人公リンを演じる結城葵さんのキャラボイスも評判が良く、全世界累計100万ダウンロードを誇る人気タイトルです。そんな月うさぎの育て方は現在2周年を記念して超豪華なキャンペーンを開催。新キャラクター実装。新キャラクターユナが登場。イベントに参加するだけで仲間にできます。周年ログインボーナス。期間中ログインでレジェンドスキル選択チケットをたくさんゲットできるログボを開催。この他にも新規ミニゲームの追加や新サーバーが開設されるなど、まさに始め時な2周年。ゲームを閉じていても自動でレベル上げを行ってくれる放置ゲームなので、サブに遊ぶゲームとしてもおすすめ。気になる人は概要欄から周年クーポンのコードを入力してプレイしてみてはいかがでしょうか。ファイナルファンタジー7エバークライシスモンスターハンターコラボ。スクエアニックスさんより配信中、 FF7 の本編ストーリーやスピンオフ作品を小構成で楽しめるアプリゲーム。戦闘はオリジナル版の FF7 に近いアクティブコマンドバトル。クラウドとザックスのようにシリーズの枠を超えたパーティー編成で戦闘が楽しめるほか、全国のプレイヤーや友達と協力して大型ボスを倒すマルチプレイも搭載しています。そんな本作はカプコンのビッグタイトルモンスターハンターとのサプライズコラボを実施。コラボガチャとしてクラウドはディノバルド、ザックスはジンヨーガなどのモチーフ武器が登場。イベントボスにはリオレウスが出現しています。コラボを記念して最大でブルークリスタル3000個がもらえる特別なログインボーナスも実施しているので、気になる人は概要欄からチェックしてプレイしてみてはいかがでしょうか。歌われるものロストフラグ 4.5 周年。アクアプラスさんから配信中の大人気 ADV ゲーム、歌われるものを題材とした和風ファンタジー RPG。 シリーズに登場したキャラクターも多数登場するストーリー。編成と属性相性が鍵を握るオートで遊べるバトルが楽しめるタイトルです。そんなロスフラは 4.5 周年を記念してお得に遊べるイベントを開催中。最大450連ガチャ無料。期間中ログインでガチャチケットをプレゼント。最大で450連分のガチャを引けます。周年ガチャにはミカド博が登場しています。周年生放送では6月から新たなバトルイベント風滅戦の実装や、年内に同社の人気タイトルトゥーハート2とのコラボも告知されたロスフラ。気になる人は周年の機会にプレイしてみてはいかがでしょうか。たまたま双子のソウルストレイ。リスターリミテッドさんより5月30日リリース。ブロック崩しをベースとしたアクション RPG。 編成したキャラクターを弾として飛ばして攻撃し、敵にぶつけて HP やギミックを崩していくバトルを縦画面で楽しめるタイトルです。バトル以外でも可愛いチビキャラたちのストーリーや荘園の経営など様々なコンテンツを楽しむことができます。そんな本作はリリースを記念して14日間ログインで最大220連分のガチャチケットをもらえるスタートダッシュキャンペーンを開催中。気になる人は概要欄からチェックしてプレイしてみてはいかがでしょうか。スクワットバスターズ。クラロワやブロスタで知られるスーパーセルから5月29日リリース。最大10人で楽しめるマルチプレイ対戦ゲーム。シンプル操作でカジュアルに遊べるのが特徴で、1試合4分でサクッと遊べる手軽さが売り。フィールドに散らばったエメラルドを巡って大乱戦のバトルを楽しめます。マルチプレイがメインのゲームはリリースされた初期の環境が一番面白いので、気になる人は概要欄からチェックしてプレイしてみてはいかがでしょうか。エバーソウル。
カカオゲームズさんより5月29日リリース、アニメ調のキャラクターが可愛い精霊育成オートバトル RPG。 バトルはスキル発動以外オートで進行する放置ゲームのようなシステム。基本のモードとは別に箱庭要素として遊べる領地では、アクションゲームのようにチビキャラを操作して建物を建築したり、領地に攻めてくるモンスターを撃退するといった違った楽しみ方もできます。他にもキャラクターとの絆を深めることでイベントスキルが解放されるやり込み要素など、さまざまなコンテンツが用意されています。そんな本作はリリース後に無料ゲームランキング1位を記念して大量のガチャチケットを配布中。気になる人は概要欄からチェックしてプレイしてみてはいかがでしょうか。ライド仮面図、バンダイさんより5月30日リリース。オリジナルの仮面ライダー計16名が登場する育成アドベンチャーゲーム。メインストーリーはこれまでの仮面ライダーシリーズから独立した本作ならではの物語が全編フルボイス、そしてライブ 2D で展開。メインコンテンツとなる調査パートは、ライダーにサポートカードをセットして行うサクセスライクな育成モード。育成したライダーを編成してバトルを楽しめます。そんな本作がリリースを記念してガチャ15連分のチケットなど、スタートダッシュを手助けするさまざまなアイテムをプレゼント中。気になる人は概要欄からチェックして、リリースされたこの機会にプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、今が始め時おすすめアプリゲームでした。この他にも皆さんの気になるアプリ、動画の感想、動画で紹介したタイトル以外でもおすすめタイトルがあればぜひコメントで教えてください。それと僕のチャンネルでは名調やドラゴンボールフュージョンワールドの攻略情報をアップしていますので、こちらにもぜひ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。